えー、皆さんいつも私の、えー、ロックマンエグゼの対戦動画をご覧いただきまして、えー、誠にありがとうございます今回ですね、えー、皆さんに大切なお知らせがあり、えー、この動画を投稿させていただきました4月16日に初めてエグゼの対戦を投稿してから約3ヶ月の間いろいろな対戦動画を投稿させていただきました予想以上にエグゼの対戦が面白くてですね 夢中になって構築を練ったり、対戦に潜ったりしておりましたので、正直あっという間でした。中には2万再生以上いっている動画もあり、皆さんからは構築がユニークで面白いですとか、実況が面白いといった声をいただいておりまして、非常に動画投稿に対してやりがいを感じておりました。ところがですね、最近、動画の再生数が少なくなってきているという現状がございます。 2ヶ月前までは平均再生1万再生以上いただいていたのが、えー、1ヶ月ぐらい前から7000、そして4000となり、えー、最新の動画はですね、えー、ご覧のありでございます。えー、こちらはですね、生放送の切り抜きなどではなく、完全の新作動画でございます。伸びる動画もあれば、伸びない動画もある。 これは自然なことなんですけども、えー、ここ最近はですね右肩下がりで再生数が落ち込んできております単純に私の動画がつまらないもしくは飽きられているというのが原因であれば、えー、センスや企画を練ればいいだけの話なので、えー、話は単純なんですが、えー、どうやらロックマンエグゼの対戦時代が飽きられているという現状がありそうですそれに加えてですね えー、最近はマッチングしないという大きな問題がございます考えられる要因といたしましては、えー、まずは対戦準備の敷居が高いこと、えー、そして、えー、クロスプレイが非対応であることと、えー、マッチングシステムの問題点などから、えー、人口がばらけてしまったことあとはですね、えー、対戦中のバグ等が、えー、ございまして えー、これらの使用によって、えー、人が離れてしまったのではないかというふうに推察しております。あっ、まあ、バグの方は修正済みではあるんですが、えー、そうですね、えー、そういったところにですね、えー、ゼルダ等の人気作が出てしまって、えー、さらに、えー、ランクマッチの人口が減ってしまったということがあると思います。話をを少しし元にに戻しますすすと、えー、私ははですね、えー、動画を投稿するからには えー、皆さんにスリルやロマンを感じていただきたいというふうに思っておりますので、えー、基本的には構築を練って試合を厳選するスタイルで、えー、やらせていただいておりますしかしですね、えー、これがマッチングしないとかなり難しいという、えー、現状がございますなかなかマッチングしない中時にはですね10時間以上かけて何十試合も行いその中から えー、面白かった試合を、えー、実況とともに、えー、皆さんにお届けするという形で、えー、やらせていただいておりました、えー、これは自分で言うのも非常におこがましいことではあるんですが、えー、結構時間と手間がかかっております、えー、そうやって丹精を込めて作った動画の再生数が、えー、と今露骨に減ってきていると、えー、悲しいですか、えー、こういった現実がございます これはですね、動画投稿者といたしましては、正直耐え難いものでございまして、更新頻度が落ちていた原因としては、モチベーションが下がっていたということが、本音を申しますと、一つの要因としてございます。もっと面白い動画を作れればと思い、解説動画を投稿してみたり、生放送をやったり。 少しサムネを凝ってみたりとか、えー、ショート動画を作ってみたり、いろいろ試しましたが、えー、再生数はですね、えー、落ちる一方でございました。考えているうちに、これは自分の努力ではどうすることもできないのではないかという考えが、えー、次第に強くなってまいりました。生放送メインで、えー、動画は切り抜きで運用しようとも考えたこともありましたが、 やはりやるからには動画メインでやっていきたいし、えー、いろいろな人に自分の動画を見てほしいという思いがございます長々と話しましたが、えー、このままエグゼの動画を投稿していても、えー、私のチャンネルは、えー、沈みゆく船なのではないでしょうか本当はですね、えー、エグゼの対戦会を、えー、私の手で、えー、盛り上げてみせるというね、えー、夢を持ちながらやっていたんですけども 無理でしたあの正直力不足を痛感いたしましたではチャンネル自体を終了するのかという話になってくると思うんですけどもやはりですね私はえこのままでは終われないという気持ちが強いです、えー、正直ですね、えー、皆さん、えー、視聴者さんは、えー、ロックマン X の対戦動画を楽しみに 応援してくださっている方が大多数だと思いますのでこれは非常に切り出しにくい話ではあるんですがしかしもう転換点が来ているというふうに思っております結論といたしましては他のゲームをメインで投稿するしかないというふうに思っておりますこれまではロックマンエグゼというゲームの人気一つで えー、皆さんにご視聴していただいていたということは、えー、私、重々承知しております。えー、ですが、私、1、えー、人のネットバトラーであると同時に、1、えー、人のユーチューバーとして、えー、活動させていただいておりますので、これは非常に辛い選択ではございますが、か、え、じ、ー、を切ることにいたしました。最悪ですね、えー、ゼロからのスタートになると思いますが、承知の上でございます。 ではもうエグゼの動画は本理財投稿しないのかということですが、ロックマンエグゼでやり残したことがないかと自分の心に問いかけてみたら、これは嘘になります。動画を続けてください、応援していますといった声をね、また多数いただいております。そういった方の声を完全に無限にするのかと。いや、それはできない。投稿頻度はこれまでよりも、 格段に落ちると思いますがロックマンエグゼの動画も、えー、続けてていいこうというとに考えておりますもしかしたらですね、これが1ヶ月に1回程度、えー、もしくはもっと少なくなるということもあるかもしれません。それでも、サトルのロックマンエクゼの対戦動画が見たいという方、えー、またはもし興味があるタイトルの動画があれば、えー、他のゲームであっても、えー、見ると言ってくださる方、 ぜひチャンネルを解除せずに見守っていただけると幸いでございます。これからはジャンルにとらわれずにいろいろな動画を投稿しようと思っております。あ活動の幅を広げたんだなと、ポジティブに受け取っていただけると嬉しいです。これからもよろしくお願いいたします。そして、えー、チャンネルを解除されるという方、人の興味は様々ですので、 ここれも仕方のないととかと思っておりますえー、でもですねまたいつか大きくなって、えー、ロックマンエグゼメインで、えー、チャンネルを運用できる日が来るのを、えー、夢に見ておりますそこでですね、えー、もし、えー、私の動画で、えー、出くわしましたらその時はまたよろしくお願いしますといったことでございます正直これからどうなるかはわかりませんもしかしたら再生数がゼロになるかもしれません でも私、悟は、えー、歩みを進めることにいたしました。最後に、これまで応援してくださった方、本当にありがとうございました。そしてですね、これからも応援してくださる方、心機一転ということでですね、えー、ぜひこれからもよろしくお願いいたします。えー、ということで、以上。えー サドルの皆様への大切なお知らせでございました。ご視聴ありがとうございました。